おはようございます。え、どうなった？その理念ということでですね、まとめて、そしてお客様対応も見直そうということだったんですけど、やはり先日おっしゃっていただいた人材ですね、あれどうなんだろうっていうことです。どうなんだろうっていうのは、信頼できる人は少ないなっていうのがいつも思いますね。友達いてよかったね。一応信頼してるかって完璧ではないですけどね。人材を集めるっていうか、転職業界ってこっちから貼るの結構高いですからね。そうね。この人事教育ということで、社内でセミナー開こうかって言ったんですけど、いないでしょ。そうなんです、教える人がいないんですよ。ウェブミーティングでいいなさい。ウェブミーティング、はい、個別にそれぞれやってるはずなんですけどね。ちょっと違うかもね、それ。おっしゃる通りなんですよ。だから友達いるいないみたいな話になってるんですよね、きっと。そういうのなしで、会社の理念とお客様対応と、それと、分かってます。真摯な対応とか、信頼できる会社、先代がね、信頼と実績ってたんですけど、信頼ってありますかって言ったら、会議のみんながですよ、まただんまったまんまなんですよ。だし言ったんですよ。いいよ、社内のことはどうでも。でもお客様に信頼されるって、そうじゃないとお客さん購入してくれないじゃないですか。そうね。で、読むよって言って、昭和時代の偉人の話とか、古い言葉にはなってますけど。あんたは読んでんの？私はもう尊敬してる人は、いろいろ、いるっていうか、いたっていうか。尊敬する人を持つこと大事なことね。はい、だと思います。信頼できる人材、転職業界探してもないらしいんですよ。そうよ。だから今いる会社員で、従業員で信頼できる人間になってもらうっていうことが重要だな。日本伝統の儒教っていう考え方ですか。そうね。お金儲けっていうのは卑しいことかもしれないけど、人間が真っ当でないと、やっぱり裏を返されるんですよね。そうそう、分かってる。はい。その人事教育ということで、それはもうウェブミーティングのチームがあるでしょ。Z 何かとか。そうよ。はい、分かりました。じゃあ会社で残業中時間設けて勉強します。じゃあ頑張ってね。はい、ありがとうございます。